にゃんにゃんにゃにゃん、始まりました。うなぎの夜食事場、うなぎひまりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、いつも、いなりちゃんは何食べてるのって聞かれるので、フェネックのご飯についてお話ししたいと思います。ですね、まずフェネックは基本的にその飼育されているものは、ドッグフードとかキャットフードとかを、食べています。で、今一応いなりが食べているのはこのヒルズサイエンスダイエットの小型犬用のやつにちょっとだけ大人のご飯を混ぜて食べています。あ、誰かに噛まれてる。でもなんか、猫さんのご飯も今ちょっと拾い食いとかしてる状態です。で、なんか猫さんはお野菜とかはあんまり食べないんですけど、フェネックは本当にお野菜が大好き で、あとなんかブリーダーさん情報によると、キャベツは生であげるとめちゃくちゃうんちが臭くなるので茹でてねって言われました。で、あとお芋とか人参とかが好きだよって教えてもらいました。で、フェネックさんの一番の大好物はミルワームっていう、あの白い幼虫みたいな虫が好きらしいです。ただウナはもう家にそれを持ってくるのが怖すぎて、それはまだあげたことがないです。でも今日は、こちらのお野菜ね、きゅうり、人参、さつまいもを3種類用意したので、何が一番好きなのかな、わかるのかな、わからないけど食べさせてみたいと思います。うなりうなりから。はい。じゃあ人参。はい。好き？人参。はい。おいしい？気に入ってそうだね。はい。おいしい、さつまいも。おいしい、おいしいね。きゅうりは食べる？これ ASMR できそうだね、いなり。どれが好き？全部好きそうだ。おいしい？どれ食べるかな、一番近いと食べるかな。ねりさんどれが好き？あ、きゅうり？え、まださ、食べ終わってないのに次行ったね。おいしいね。お野菜大好きだね、いい子。あんまり食べたらお腹緩くなっちゃいそうだね、子供なのに。はい結果わからない、結果わからない。全部好き？みなり全部好きだった？ね、もう食べたくて食べたくてしょうがなくなっちゃってるね。というわけで、お野菜めっちゃ大好きです。すごい食いつきがいい。なんかドッグフードだとちょっと食べてちょっと残してその後ゆっくり食べてるんですけど、お野菜一瞬で食べちゃったね。いなり美味しかった？美味しかったね、よかったというわけで、キュウリが一番好きなのかな。キュウリ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 、謎に包まれていますが、キュウリ、人参、さつまいもは大好きなようです。そして基本さつまいもも生で食べれます。生で食べれるもん。これからまたいろんなもの食べてみようね。食べれるやつ、味付いてないやつだけどね、食べようね。いなりちゃん、ちょっとね、徐々に大きくなっているんだよね。ちょっと前の動画を見比べていただいたら分かると思うんですけど、ちょっと大きくなりました。はい、というわけで本日の動画は以上です。いなりお野菜大好き。少しでもいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。